もうやばい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 、もうどうしよう。なんと私、韓国住めないかもしれません。ちょっと待って、もうどうしよう。私韓国来て3年、初めて引っ越ししようといろいろ物件回ってるんだけど、韓国って本当にアジアでナンバーワン物件探しが難しいのね。日本とはちょっと違って、韓国って家に住むとき保証金制度って言って全額返ってくるんだけど、まず大家さんに最低100万円から最高5億円までの保証金を渡して、月々の家賃も払っていかないといけないわけね。家が良ければ良いほど月々の家賃も上がるし、保証金も上がっていくわけ。だから私3年間貯金本当に頑張りました。 Wi-Fi も通らない、ガス水道電気も急に止まる、もう地獄みたいな家に住み続けて、お金が貯まってやっと引っ越しするタイミングが回ってきたんだけど、まずそもそも今の季節が春、新生活スタートの人がえげつなく多くて物件埋まり始めてるわけ。だからもういいなって思った瞬間に契約しないと家住めないのね。で、私今絶賛韓国でお家難民、もう物件なさすぎて韓国住めないかもしれないんよ。とりあえず今不動産適当に検索したら、めっちゃいい物件あるっていう風に電話が来て、今から見に行くんだけど、韓国での物件探しってあんま日本で見れないと思うから、みんなにこれ公表しちゃっても大丈夫そう。ということで木場山光一郎物件探し頑張るぞ。おー、へいし。私が今回不動産にお願いしたポイントが3つあって、まず1つ目が立地。私って基本家にいないで外で活動するタイプだからさ、とにかくどこに行くにもアクセスがいいカンナムエリアがいいのね。カンナムは日本でいう六本木で、私が通ってる皮膚科とか美容室とか全部カンナム区にあるから移動しやすいよ。だから今回はもう数少ないんだけどカンナムに物件があるということで、カンナム区にやってまいりました。で、2つ目に私が大切にしてることが景色。韓国ってマジ窓開けたらすぐ隣のマンションみたいな、日光全く入らない物件がめっちゃ多くて、もうそれだけは本当に無理だから日光が入る物件でお願いした。で、最後の条件が防音。もうこれ私一番大切よね。オイラって歩くスピーカーだから、家で撮影していなくても誰よりもうるさいんよ。だから防音対策しっかりしてるところ、この3つの条件ですね。もうやだ、超現実的。で、韓国って日本とは違って家の種類が全部で3つあって、家族世帯で暮らすマンション、一人暮らしが暮らすオフィステル、学生さんとかが暮らすワンルーム、この3つの種類なのね。私はこの中でオフィステルって言って一人暮らし用のマンションを選択いたしました。ということで不動産着いたので、早速1軒目の物件回っていきたいと思います。マジで緊張する、本当に。入場いたします。いや、マジで、何、入っていいんですか。あ、すみません。土足で大丈夫そう。韓国って土足大丈夫なんだ。ちょっと待って。やばいやばいやばい。何、すげー、広ー。全貌できるやんか。何これ、やばすぎ。とりあえずリビングを後ろに置き、こちらが洗面所でございます。やばくない。どこぞの貴族っていう感じですよね。てかやばいやばいやばい。シャワーとトイレ別なのマジありがたい。やばい、もう何、シャワー金色なんだけど。何、このタイプのシャワーヘッドはマジでアゲなんだけど。すいません。ほんで、これ、待って、金庫。本当にこういうの欲しかった。いいよね。あのタンスを開けてみたら、気まずいですね。はい、失礼いたしました。めっちゃいいよね。ちゃんと水流れるし、あーいいね。こっちもよろしく。あ、ちょっと水垢気になるな。まあこれはよしとして、こちらがキッチンですね。冷蔵庫絶対使わないよねっていう感じで、まあ、下はせーの冷凍庫っていう感じで、まあ、絶対使わないんですけれども、すごくない？キッチンとリビング一緒になってて、この全貌カンナム区全部見れます。なんかやばくない？ちょっと待って、私が想像してたよりもはるかに高級物件すぎるんだけど、家賃とかわからないで来たんだけどさ、そもそも私不動産間違えた？お前手伸ばしてんじゃねえよ、そんな余裕ねえよ。やばい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 、私完全に不動産間違えてたんだけど、
え、マジで知りたい。私普通にさ、不動産の人と部屋回るのかなって思ってたら、え、意味わかんない接待室みたいなところに案内されて、でなんかコンシェルジュの綺麗なお姉さんが2人くらい出てきて、え、何飲まれますかみたいな、ドリンク提供してきて、え、そっからなんか、え、足とか洗えますかみたいな、え、何俺何殿様扱いみたいな、めちゃくちゃ高級物件すぎて、私なんかすごい王子様扱いされたのね。で、いやいや大丈夫ですみたいな。しまいにはなんて言われたかわかる？夕食食べますかって言われたの。食べるわけないよね。ほんでさ、一軒目の価格聞いたんだけど、家賃、なんと、48万円。え、バカ？殺しにかかってきてるよね、普通に考えて。払えるわけございません。そりゃコンシェルジュ出てくるわ。もうどうしよう、本当。もう最初から私不動産間違えて、もう何してんだよ、もう。もう初めて韓国で引っ越しするからさ。もうどうやっていいかわかんなくて。え、カンナムの不動産怖すぎひん。もう最初からハードル高すぎひるんだけど、もうどうしよう。でも私早く家見つかんないと、どんどん部屋がなくなっていっちゃうので、とりあえず早く、家見つけていきたいと思います。もうこことか怖いねんけど、もうほんまに、ここら辺に住んでる人たちさ、もうみんな大金持ちやからさ、え、こんなジャガイモがもう存在しちゃっても大丈夫そうなんですかみたいな、もう高級車しか走ってないわけ。もういい加減にしてほんと無理ねん。アイドルどこ？続いての物件行きたいと思います。緊張する。もう次は何？入ったらすぐ靴箱があって、何？あの先に何があるっていうの？電気つけ。うわ！何？これ何？これ何？すげー！キッチンめっちゃ綺麗やない？こんなキッチンある？私料理しないから、まあ使わないんですけれども、奥に入っていくとね、部屋が二つあるの！まず一つ目の部屋、綺麗！もう何これ、すごいんだけど。で、奥に入っていくと、もうカンナムを全貌できるわけね。でもちょっと待って。めちゃくちゃ丸見えやない私。アリーナ聞こえてるって、手振っちゃって。ということで、二つ目の部屋進んでいきたいと思います。その前に、洗面所でございます。もう綺麗すぎひん。大理石みたいな感じで、マジ生意気なんだけど。で、こちらは、トイレとシャワールームが一緒になってるのね。これ韓国では普通なの。まず別々になってることが韓国ではありえないことだからね。で、こちらが二つ目の部屋でございます。もう、日差しが入ること。もうすごいよね。え、でもちょっと待って。これもうあっちから超丸見えじゃん。でも私この家結構好きなんだよな。でも高級すぎるし、もういっそのこと、座敷わらしでもやらせてください。え、もうやばい。え、二軒目やばすぎひん。もう私絶対不動産間違えてるんだけど、すべての不動産行ってんだけど、全部高級住宅すぎてさ、え、じゃがいもついていけないよ、ほんと。え、もうなんか疲れてきた、ほんと。全部高級すぎてさ、もう、私こういうの慣れてないから、もうちょ、待って。公園ある。公園あるのマジありがたい。マジほんとふるさとみたいな感覚なんだけど。え、ちょっと待って。しかも待って、でもさ、公園来てんけどさ、公園来てる人みんな大金持ちすぎて、友達なれない、さすがに。え、見て。ママさんたちがさ、赤ちゃんとかさ、犬を連れてママ会してんだけど、私さ、これ韓国ドラマでしか見たことないよ。さすがに混じるのはきついって、ここの公園でちょっとなんか、おにぎりとか食べたかった。もう私の居場所ないんだけど、助けて。さ、もうどういう状況？俺一応55万人 YouTuber だよね。もうなんで俺ゴミ拾いの前でこうやって座らされてんの、ほんまに。とりあえず今、僕の知り合いが不動産をやってて、カンナムで。でも私さ、不動産わかんないから、もう友達にマックするのが一番いいなと思って。その友達の不動産屋、今もう目の前にあるんですけど、なんか今カンナムで、新築で、しかもタワマンで、しかも朝食付き、しかも家具フル装備、もうこれ以上にいい部屋ないって友達に言われて、そこのマンションちょっと行ってきたいと思います。まあ、友達だからさ、少しは安くしてくれるんじゃないかなと思うんですけど、一旦私はこのくらいのお金がいいですよみたいなことは友達に言ってるんですけど、大体どのくらいの家賃かをまだは聞いてないのね。だからとりあえず部屋だけ見てみて、よかったら決めてみたいな感じで言われて、とりあえず中入っていきたいと思います。ね、さっきみたいなコンシェルジュ本当にやめてね。あんにゃ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 んに
ここですね。もう外観からやばい。え、もうどういう、え、すごくない？え、何？生クリーム？ホイップクリーム多めですか？って。それでは入場していきたいと思います。不動産の人にカンナムナンバーワン物件だよって言われたんだけど。え？待って、何これ？すげー！めちゃくちゃ広くない？え？これだけでも広いのに、え、まだ中先にある？待って、まだ部屋あるよ。えー、って、しかも何これ、カンナム全貌できるんだけど。え、アイドルどこ？俺のパクソジュン様どこ？っていう感じなんですけどもね。こんな形円形の部屋っていうのはカンナムには滅多になくて、これもう秒で埋まるやんか。こんなんめちゃくちゃええやんか。日差しもちゃんといいし、景色もいいし、ちょっとこっち行ってみましょうか。え、もう何？俺今東京ドームでコンサートやってる？え、そのくらい景色いいんですけれども、もうみんなのペンライトちゃんと見えてるよって。お家でコンサートもできるくらい綺麗なんですけれどもね。こちらはキッチンでございます。最新の IH ヒーターで、まあ料理しないんですけれどもね。こちらに行ったらもう綺麗じゃない？キッチンから優等生ということで、こちらはせーの冷蔵庫っていう感じで、もう今住んでる地獄ハウスとは真逆の物件でございます。ガス電気水道急に止まることないし、家のドアぶっ壊れることもないし、もう最高です。続いて洗面所でございます。もう洗面所ってやめて、バスルームでございます。え、もう金色やばくない？もう私のために金色使うのやめて、もうネズミ色でいいからっていう感じで。で、こちらありがたいでございます。トイレとシャワールームが別々になっているんですけれどもね。普通に考えてみんな、私さ、シャワー浴びて外出たら、え、これ丸見えじゃね？めっちゃ恥ずかしいねんけど、こうやってシャワー浴びて出てきたら、これみんなの視点でございます。え、もう丸見えやん。どうしよう。あ、見えた。どうしよう。もうやばい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 。え、3軒目やばすぎませんでした？あれ、朝食付きって何？俺いつから皇族デビューした？どうやったらあんな家住めんの？え、前世もう何、姫子様か何か？とりま3軒目の家賃なんだけど、もう私が想像してた何倍も高すぎて、ちょっと発表してもいい？こちら家賃月々で払えませんと言われました。もう韓国のあのトップクラスのタワマンまで行ったら、もう月々家賃を払うことができないの。韓国のタワマン住むってなったら、もうチョンセでしか住むことできないの。チョンセって何ですか、キバルンってなりますよね。チョンセっていうのは、家に住む前に大家さんにまとまったお金を支払うことによって、月々の家賃を支払わなくてもいいですよっていうシステムなのね。契約期間が終了した時に全額返金されるんだけど、もう大金すぎて、まずもう払うことができないのね。さっきの部屋、その額なんと8億ウォン、日本円にして8000万円でございます。そりゃ朝食も出てくるわ。でもさ、韓国って本当に詐欺が多いから、8000万円払った次の日、平気で不動産消えて、その8000万円消えることとか本当によくあるのね。大金を払っても絶対住めるっていう保証がないの。やばくない？もうさ、物件もないし、ここも高すぎるし、頑張ってお金払ったとしても詐欺でお金なくなる可能性も高い。もうさ、私韓国住めません。本当にそれくらい韓国で物件探しって難しいのね。今日もうかれこれ6時間くらい探し回ってるんだけどさ、結局いい物件に巡り会えることできませんでした。てか、もうここまで行ったら半地下住むしかなくね。はい、ということで今日も見てくださって本当にありがとうございました。もうちょっと本当に韓国物件なさすぎてさ、私も今どういう状況かわからないんですけれども、引き続き家探し頑張っていきたいと思います。キバルのおかげで元気出たよっていう方はですね、チャンネル登録と高評価、この2つよろしくお願いいたします。あと、私本当にコメントを見てすごい元気をいただいて、勇気をいただいておりますので、コメントぜひよろしくお願いいたします。あと、僕インスタグラムと X やっておりますので、どちらか2つ適当にチェックレア。ということで、いろんなことはあるんですけれども、無事家が見つかるように私皆様とサチアレコールしていきたいと思います。いきますよ、せーの、サチアレ。今週もお疲れ様。